はい、では今日はですね、鑑定士のあやさんにですね、インタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしよろましくお願す。いいたします。はい、あやさん、うちの、スクールの動画講座、受講してくださって、今、ご活動、していただいているってことなんですけど、鑑定でまず、じゃあ、使っている、よく使っている戦術を教えてください。もともとタロットとか霊ああ、そう感でとすよか、ね。あとスピリチュアル的な、直感だったり、感覚の方で占いしてたんですけれども、どうしてもやっぱり、なんていうんですかね、要望もあったんですが、少しこう裏付けだったり、あと一般的なところでの、見解が欲しいとか、そういうのがあって、やっぱ感覚とか霊感だけだと、ちょっとこう不安だったり、本当なのか、この人っていうところ、たくさんあると思うんですけれども、やっぱりその、地中水明とか風水とかっていうのは、ちょっと学問としてもはい。扱われてるぐらい、そうすでごすくこう、ね。一般統的計にメジ学ャーとかな、そうね。ですね、メジャーな知識だったりするので、そういう戦術を入れることで、より安心感とか、あとは、なんていうんですかね、信頼感とか、そういうのが生まれるんじゃないかなっていう感じがあったんですね。なので、最近は、最初は皆さんやっぱタロット好きなんですよ。タロットとか霊感で行くんですけれど、例えば、じゃあ2人は今後どうなりますかとか、具体的な時期だったり、あと相性だったり、その人の性格、本来持ってる性格とかっていうところは、意外とその四柱推命とかの方がお伝えしやすかったりするんですね。ああ、よかったです。じゃあ、おなの伝えで、しやすくなった感じそうですでかすね。ね。で、そういうのも取り入れるようになって、あまり聞かれないので、お客さんの方に、私の方で提案したりしますね。生年月日が、もしよろしければ、そういうこともお伝えできますよっていうと、ではお願いしますって感じで、これまでより鑑定時間も少し長くできるというか、おお、よかった。そういう、なんていうんですかね、手法でも、利用できるので、主になのでタロットも使いますが、四柱推命とか風水も最近は取り入れるようになりました。わあ、嬉しいですね。取り入れていただいてるんですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、これは同じかな。あやそうさでんすね、やっては、ますね。はい。オンラインで在宅でやってらっしゃるんでしたっけ？そうでも完全在宅ですね。で、初期の頃は対面の鑑定もやりたくて、募集して何人かやったり、特別なお客さんだけの、そのご案内って感じで、対面もやったんですけれども、やっぱりこのコロナのご時世で 対面を避けるような傾向もああ、あるそうでし、すよね。あとやっぱり気軽ですよね、皆さん、交通費かけて会いに来てくださったりとか、あとは服装とかなんとかっていろいろ気にされちゃうと思ああ、うんですけれども、家で鑑定できるっていうところが、多分すごく大きな、なんですかね、いいところなのかなって思っていて、それがまた収穫につながっていくってところもあるんじゃないかなって思ってます。そうですね。じゃあ、すごい、もう女性のね、夢ですよね。完全在宅そうでで好きすなことをね。仕事にみ本当たにいな。片手間って言ったらちょっと失礼なんですけど、仕事自体は片手間じゃないんですけども、隙間でいろいろなことしながら、で、仕事する時間はじっくりと仕事してっていうことで、24時間が無駄がなくなったっていうか、おー、素晴らしい。それは感じますね。素敵ですね。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ今、私もあやさんの、ブログとかめっちゃ LINE とか見てますけど、ありがとうございます。すい頑ま張ってるなと思っせん。ありて、がとうございます。じゃあ集客のメインな、ちょっと今の手段とか教えてもらってもいいですか？今は、やっぱり、もともと、このお仕事始めた時からなんですけども、アメブロがやっぱりメインとなっていそうですて、よね。なので、正直、記事自体はアメブロでしか書いてないんですね。なるほど、ただ、なるそほれだど。けだと弱いなと思って、自分なりに、SNS で拡散する方法そうですよで、ね。例えば、Facebook とインスタの連動とかを頑張っていたり、で、やっぱり、初期から頑張ってたのは YouTube の動画をアップしていますね。こちらは、動画再生回数が少なかろうが多かろうが、もうコツコツと上げることで、そうですよね。どこかで誰かが見てくださってるということで、やっぱりそちらから来てくださるお客さんも結構いらっしゃるので、嬉しいですね。やっぱちょっと、
華やかなところを言いたいところなんですが、やっぱコツコツ作業も大事かなっていうところそうではす感じておね。りまそうなんですよね。1、2投稿で人がいっぱい来るっていうわけじゃないんですよね。ここはなんちょっでとす。地道なとそうころながあんりでます。すよね。で、やっぱり幅広い方に知っていただきたいなっていう部分はあるんですが、その中でやっぱ自分が、なんていうんですかね、まあ、メインとするお客さんの方々っていらっしゃるんですよね。こういう方と、まあ、関わっていきたいとか、こういう方にもっと幸せになってほしいとか、まあ、ちょっとある意味、まあ、なんていう差別化っていうか、なんですかね、その集そう客ですするにね。も、まあ、全員っていうわけにはいかないので、私とやっぱりなんですか、インスピレーションが合うようなお客さんと、やっぱり長くお付き合いできると思っているので、そうですなね。るべ相く性とかありますよそうなんね。ですよ。なので、自分の好きな趣味とか、なんだろう、自分のキャラが分かるようなああ、なる内ほ容ど。を書くようには心がけているんですね。ちょっとぶっ飛んでるかなと思っても、意外とそういうところが、なんていうんですかね、そういうところでつながったりとかすることもあるので、例えばですか、私、神社がすごく大好きなので、神社に関する記事は結構多めに書いてたりとか、あと最近ではやっぱ四柱推命とか風水とかも、毎月ちょっと定例の記事にしやすいので、今月の、ね、吉方位とか吉日とかっていうのを記事にしてみたりすることで、まあ、生活の中で皆さんが取り入れられるような、ちょっとした内容も紹介できるのかなっていうのを感じてますね。そんなに使いこなしていただいて嬉しいです ね。いやいや すごい頑張ってますからね。すごい発信いやいや。力がかなりあやさんはあるなと思って、頑張もうってるなとこ見のて仕ま事す。発信力しかないのかなっそうていでうぐすらね。いに思ってて、確かに。もうそうなんですよ。そうですね。いかに自分とやっぱりその相性の合うお客様とね、なんか本当にこう、ここ囲ったは、というか、仲良くなるかっていうところですよね。幸いお客様に本当に恵まれていて、ああ、すごいよかっそこはすた。ごく、この、まあ、仕事が続く一つの要因でもありますね。あ、そうですね。それはあるかも。恵まれてるからこそ続くっていうのありますね。本当にそうなんです。やりやすいなと思って。それはやっぱりあやさんが自分のキャラが分かるように正直に、好きなこととかも書いてるし、そういう人に、そういうことに合う人しか、来ないようになってるんでしょうね、きっとね。それは心がけてるというか、そうなりたいなと思って、常に、すごい。させていただいてます。いい状態ですよね、本当ありがとうに。ごよざいかまったす。です。LINE 公式も結構発信してたんですけど、週どれぐらいとか、1日どれぐらいとか、目安ってあります？そうなんですよ。できれば週1と思ってるんですけれども、あれって私まだ無料のアカウントしか取ってなくそうて、なんですね。だから配信数がやっぱり限られてくるので、5000まで、5000通までですね。そうなんですよ。で、1回、だいたい、1週間、週1っていうペースになると、割と長めで3記事ぐらいボンボンボンって続けてあげるような形になるので、もう月の、配信数、マックスがすぐ到達しちゃうので、そうですよね。無料版だと5000通そうまなでんだですから。よ。で、一時期有料に変えたこともあったんですけれど、まあちょっと自分がそこまで配信をたくさんする自信がなくて、一旦無料にまた戻して今やってるんですが、実はこの LINE 公式が割と効果的なんじゃないかって最近思っそうでていすね。て、やった方が直いいですでね。つながってくる方が多かったりするので、ちょっともうちょっとここ強化していきたらいいなっていう部分ですね。素晴らしい。これやっぱ人数が増えちゃうとすぐ使い切っちゃうんでそうすなんよです、そうなんです、そうね。なんだです。から200人、あ、500人とかいたらね、もうあっという間だと思10います。通、10通しか 送れそうななんいですよ。し、そう、でも LINE 公式でやっぱり1対1でつながれたりもトークもそできのたり通りしまで、すね。もう皆さん手軽に使ってるツールの一つなので、質問とかも気軽に多分しやすいのかなっていうイメージはありそうでますすよよね。ね。私も無料版にしたり、有料版にしたりと繰り返したから、やっぱり必要だって言って有料にそう今でしすよてね。るのいや、で。ゆりか先生ぐらいだったら多分 やったり、もうね、あやとうさんに多も、分、私こっも頑張らなち、きゃですね。早く有料版で頑張れるように。いいと思います。あと、やっぱり、コンサルの時もいろいろお話伺ったり、まあ、私も常々ちょっとそういうの導入しようと頑張ってるんですけども、まあ、無料の何かコンテンツだったり、提供できるものっていうのは、常に配信しながらお客様につなげていきたいなと思っていて、LINE そうで公すよ式だね。と、
まあ、エネルギー入り画像っていうのをやってるんですけど、まあ、ヒーリングのエネルギーを込めて画像配信っていうのを定期的にもやっていて、やっぱ喜んでくださる方多くて、わざわざそれに対して返信もくださったりとか、なんか画像を見てすごく元気出ましたとか、抹茶気にしてますとか、まあ、そんな感じで、ちょっとしたコミュニケーションなんですけれども、まあ、そういうお客様につなげ、つながっていくのかなっていうのは感じてますね。そうですよね。私もあやさんのエネルギー画像ずっと押してます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。頑張ります、じゃヒーリングが流れるんですよね。そうです、そうです。そういう設定にしていて、そう、ありがとうございます。嬉しいです。やっぱでもそこでやっぱ喜んでくれて、コミュニケーションが始まって、また仲良くなったりとか、こう盛り上がったりして、あやさん素敵だなとか、この人だったら本当に癒してくれそうだなとかから、まあもうちょっと申し込みとかにつながってきますしね。まあ、こそれれが大はも事。ちろん、期待してるところなんですけど。でもやっぱりね、最初は事前授業っていうか、もう本当は、そうですね。こうプレゼント、プレゼントっていう感じで。知っていただくきっかけってすごく大事なの本で、当ですまあ、ね。とりあえずは入り口は広くというか、ハードルは低くみたいなところはちょっとありますよね。素晴らしい。すごい活動されてて、ありがいとうございえいえいえ、まもす。う ありがとうございます。素晴らしいです。じゃあ、これはまあ一緒かなとかいう感じなので、そうですじゃあ、ね。あやさんのお客様の、まあ、ヒーリングとかもやってらっしゃるので、結構スそうピなリんチでュアルすな方もね。多いのかなとも思いますけど、どういう悩みが結構多いですかね。これ結構二極化されていて、面白いなと思うんですけども、ヒーリングの中で縁結びっていう親が結構売りになってたので、恋愛系が圧倒的に多かったんですね、これまでは。で、まあ、恋愛って言いますと、やっぱりその難しい恋愛。難しいタイプの。複雑恋愛ですね。まあ、婚外恋愛とか。まあ、そっちは割とメインだったんですが、で、まあ、最近はちょっと出会いを求めている方、どうやったら、なんていうんですかね、もうそもそも恋愛がしたいのにどうしていいかわからないっていう方も結構最近は増えてきてるんですね。で、風水とか、その四柱推命とかっていうのを取り入れ始めてからは、面白いことに仕事とか、が増えてきました。面白いよなとかっ思っていた。て。なんで、まあ、どちらかというと私も得意なジャンルではあるので、私自身が結構仕事の経験が割と多い方なので、いろんな業種経験してきて、まあ、正社員も派遣もアルバイトも結構たくさんの経験してきたので、働き方とか、とはそういう、そういうことに関してはすごくアドバイスしやすいんですね。なので、よかった。そうなんですよ。なんで、バランスよく自分がすごいバランこスう、おいい。力になれるような悩みが増えてきてるので、そこはすごい今、まあ、もちろん話してて楽しいですよね。こう、そうでこれすだっね。た自ら分自の分得意が、分野だそうなんでし。す、そうなんです。そんな感じで。まあ、でもどちらももちろん、そのね、お力になりたいと思っているので、今、なんか結構実行されてこんな感じですね。いいですね。まあ、こうね、恋愛、ドロドロした恋愛ばっかりでも、なんかこうね、疲れてきちゃったりとか、バランスが良くそうてなんね、でなんす。かいいすでごすく、こう、フレッシュな悩みもあったりとか。その通りで。ありがとうございます。じゃ、なんかこういうものを多分求めてるんだろうなっていうこととかってあります？お客さんが。本当に常々私もなんか課題と言いますか、私まあ、自そうで身すね。の鑑定の、あり方というか、まあ、心がけているのは、やっぱり受け入れること、認めてあげること、その人の良さをちゃんとこう知ってあげて、そこをちゃんとこう本人が認めてあげることでもっともっと良くなることたくさんあると思うんですね。で、ダメ結局、悩み事抱えてる方、大半の方が、自分のことダメだと思ってるんですよ。確かに。こうだからダメだとか、こうしちゃったからとか、なんで、そうじゃないんだってことを伝えてあげたいんですね。なので、一応、基本の自分のそのモットーとして、こうかけてるのはそういうことなんですけれども、占い好きの方ってどうしても答えを求めてくる方が多いんですよ。はっきりと、イエスかノーかみたいな。あなんでなそたれが決が、めてって感じですよそうね。なんです、そうなんです。で、これはまあニーズといいますか、もちろんそのお客様の質問に答えるっていう意味では、そういうことにもお答えすることはあります、もちろん。その時の鑑定の結果を、まあ、正直に隠さずお答えするということで、なので、なんていうんですかね、お客さんによっては、
高級評価がいろいろあるんですけども、割と優しい反面、厳しいところがいいとか、的確に話してくれるところがっていうふうには捉えてくださってるみたいで、なんで、自分では気づいてなかったんですけど、優しく言ってるつもりだったんですが、意外とズバッと言ってるみたいですね。でもそれがね、受けてるんだと思いますね。ズバッとこう、はっきりそうでね、す上ね。げ鑑定だけじゃね、ちょっとつまんないというか、そうみたいですね。持ってる感じがするもんね。でも結果的にはちょっとポジティブな方に持っていくというか、当たり前なんですが、結果は良くなるよってことは常にお伝えしているので、まあ、鑑定後は気持ちが晴れましたとか、明るくなりましたとか、希望が持てましたっていう方がほとんどなので、まあ、そこが受けてるのかなっていうところはありますね。いいですね。やっぱこういう、この動画を見てる方々もこれから占い始めたいなと思ってて、やっぱこういうふうに言われる占い師になりたいとか、はい、本当、あやさんの今の、活動ぶりが多分理想だと思うので、ありがとうはございます。い、いいだから状決め態つの。けるのだけはやめようって思ってるんそうでですすよ。ね。それはそうだね。いろいろなので、人の選択って、で、人生も決まりきってるわけではないので、なんかもっとその人の人生が豊かになるようなアドバイスができたらいいなって思ってますね。素晴らしい、なんかもうそういうスタンスがね、出来上がってるのがいいことですよね、本当に。はい。じゃあ、あやさんのちょっと、じゃあ、やってて、そうですね、よかったと思うこと聞こうかな。はい。なんかありますか、一番。やっぱりその、まあ、感想とかいただいたときに、本当に心が晴れましたとか、その時の、まあ、その時の一瞬だけでもいいんですけども、メンタル的にこう解放されたり、解決したっていうところの言葉をいただけるだけで本当に良かったなって思っていて、まあ、結局それがその人の人生の今後につながっていくはずなので、そうですね、それの積み重ねですよね。そうなんですよね。まあ、例えばなんですけども、縁結びとかして、結ばれましたっていうふうに言われたら本当に嬉しいんですけど、やっぱりなかなかそういう感想って難しいというか、まあ、そんなにいただけること少なくって、ただまあ結果的には仲良くなりましたとか、改善されましたっていうことはあったとしても、やっぱ長い目で見たときに、私と話したからすぐに解決するってことはないのは、そうなんだなっていうのは分かっているんですね。まあ、ただその一瞬でもその悩んだり落ち込んだりしたときに、その人とこう、触れることができて、その人の、ね、悩みが少しでも晴れたんだっていうところでのやりがいというか、喜びっていうのは感じますね。いいですね。これですよね、やっぱりね。なかなかこう、どうしても期待してしまうと、こっちも苦しくなってしまって、なんか例えばお客さんからもっと褒めてほしいとか、もっと結果出してほしいとかっていう、なんか多分ちょっとアグレッシブになるとそういうふうに欲が出てくることもあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ただちょっとそこだけは、なんていうんですかね、私自身の人生の目標でもあったりするので、人にそれを期待するんじゃなくって、私の目標としてやっていかなきゃなっていうふうに感じています。素晴らしい目標を掲げてね、活動されてるんですね。言うのはね、簡単なんですけど、なかなかちゃんと行動伴って、やっぱ話してるだけでね、あやさんの心根が綺麗だなっていう風に感じますよね。だからうまくいくんだと思いますし本当でね。すか？嬉本しい当にです。本当に 癒されるように、本当浄化されながらこう話してます。ありがとうございます。はい。やっぱそれ気持ちがね、まず大事です。そういうの伝わっちゃうのでね、どうしてそうもやっですぱりね。ね。本当にそうはです。い。ありがとうございます。じゃあちょっとあとはスクールのなんか話になっちゃうんですけれども、あやさんが私のところでね、こう受講を決めてくれたんですけども、そういう、その前、受ける前ですね、あ、この人本当に大丈夫なのかなとか 思っちゃったと思うんですけど、どういう悩みってありました、受講前、実は。やっぱりまず、とにかく四柱推命と風水っていうのをがっつり習いたいなって思ったのがきっかけだったんですけれども、で、いろんな人を探してみたり、で、サイトを検索したり、私も結構情報から入っていく性格なので、一旦自分が信頼できる情報なら嫌だなと思っていて、ゆりかん先生結構いろんなところで発信されてたじゃないですか。なんで、最初は、ちょっとまとめが追いつかなかったんですね。どんな方なんだろうみたいな。よく言われます。なんか一番決め手になったのは、その膨大な学習量だと思うんですよ、四柱推命って。なんですけれども、それをまあちょっとこうギュッと予約して講座でいっぺんに勉強できたということなんですね。で、まあ、もちろん費用もかかってくるじゃないですか。
通うと、スクールとかに通ってしまうと、ですけども、まあ、自宅でオンラインで自分のペースで勉強ができる、それも結構な動画数だったんですけど、まだすいません、半分ぐらい見てられてないかもしれないですけど、おお、すごいですね。全な然るほど。ざくーっと流れは分かるので、何本か見れば。なんで、で、いろんなパターンで動画も入れていただいてたの、あって、ちゃんと見て分かったので、あ、これはすごいなと思ったんですね。ああ、嬉しい。なんか講座1本受けるだけじゃなくて、やっぱり同じ講座何回もいろんな角度で聞けるっていうことだと思ったんですね。なので、なかなかそれってこうね、1本の講座通ったら、その同じメンバーでずっと終わっていくって感じのイメージだったんですけども、本当にこう多角的な知識が得られる動画だなっていうふうに感ああ、じた嬉しいのですで、ね。そういう意味では本当に、いっぺんに凝縮した知識をいっぺんに習得できて、それがなおかつ自宅でできるっていうのがすごく大きな決め手でした。って思えば、嬉しい。最初の費用はちょっとドキドキしたんですけど、なんかまあ今思えば、ああ、まあ妥当なというか、リーズナブルというか、わあ、嬉しいです。ありがとそれうごなざりいます。の、ね、金額だったんだなっていう、お得それにも勉ね。強したと思ってます。ああ、ありがとうございます。それなりだというふうに言ってもらえるのが嬉しいですね。リーズナブルとかお得とか嬉しいですね。全然、なんかゆりか先生っていろいろと特典つけてくださるじゃないですか、ああ、多そうです分。ね。なんでそこは本当に、おすすめできる点かなと思いますね。ああ、ありがとうございます。ちょっとよくね、受講前のお客様からよく言われて、私がこう説得して営業するより、やっぱり第三者から本当で言っすてもね。らった方がいいおっなしゃと思っる通りてですて、ね。なんか結構よく聞かれるのが、その動画の量どれぐらい、ですか、私の方でも時間数とか今計算して皆さんに配ったりもしてるんですけど、でもやっぱりその話してる内容とかじゃないですか、ボリュームって、あそうとです教えてるね。内容とか。そういうものとかは大丈夫そうでしたか？実際、やっぱりその、リアルタイムで受講してるわけじゃないので、若干長く感じてしまう部分はあると思うんですね。それはまあ、受講者の皆さんとの対話の時間があったりとあ、そうか、ですね。一人一人と話してる間はね、暇ですもんね、こう見てる方は。なんかぼーっと聞いてたりとかすることもあるんですけども、まあ、そこで、なんか私の場合は、流しながら聞けるところもあったりとかして、ラジオみたいな感じで、ああ、ラジオみたいな感じで。なんか作業しながら流してて、あ、今ここ大事なとこだと思ったら、ちょっと集中して聞いたりとか、活用の仕方じゃないかなと思うんですよね。なんああ、あか、りがとうございます。がっつりこう、1対1でやるぞってなっちゃうと、ちょっとこう、手持ち無沙汰になったり、ああ、そうですこね。う、ちょっとなんか、あ、やっぱりリアルタイムの方がいいかなと思う時間もあったんですけれども、まあ、ちょっと活用の仕方を変えてみるだけで、十分に知識はそこに入ってるので、って感じかなと思います。ありがとうございます、率直に。そんな感じの動画ですっていう感じ。全然十分だと思います。ありがとうございます。あとは結構、動画と通学で迷う方が多くて、やっぱりリアルタイムでマンツーマンの方がいいのかなとか、動画でも、修正に旧正、付水とか、大丈夫そうですか？使える感じで学べましたか？そうですね。本当に一から丁寧に教えていただきたいって方は、もしかしたら、ちゃんと通学だったり、対面で学ばれた方が、最初の入り口はいいのかなって感じがするんです。私結構その前に独学で少しやっちゃってたので、逆に、ゆりかわ先生の動画ぐらいでよかったのかなって感じなんです。こう、やっぱりがっつり先生とかについてしまうと、その人の、なんていうんですかね、そういうあります、あるじゃないですか、その人独自のこう派閥じゃないですけども、なんとか流みたいなのに入らなきゃいけなかったりとか、こう、がっつりその人の見解についていかなきゃいけなくなるのかなっていう不安がちょっとあって、それよりはこう、ちょっともうちょっと汎用的な知識が欲しかったんですね。で、ゆりか先生の動画ぐらいの方が私には本当にちょうどよかったですよ。よかったです。で、結内容が軽い構。とかじゃなくて、本当にこう一般的な知識として聞き取る部分と、あといろんな方の講座がいくつか、参加者が違う動画があったので、まあ、いろんなレベルでいろんな方が質問されてるじゃないですか、ああいうのって。なんで、そういう意味では、あ、
逆にこう教える立場とかからも見れたりとか、おー、なるほあ、ど。こういうふうに授業してるんだとか、こうやって質問に答えればいいんだっていうところでも参考になるので、ええ、意外と嬉しい。その鑑定士っていうか、講師の方、講師目指している方は、動画はいいと思うんですよね。私、なるそれがちょっほど。とあったんですよ。どういうふうに授業してるのかなっていうのを繰り返し見えるじゃないですか。参考になると思います。ありがとうございます。本当にそうですね、おっしゃってくれた何々流とか、その先生につきっきりでこうね、考え方、価値観とか全部やって、もう本当にそれこそ何十年かかるとかいうのが四柱推命っていう認識だったりするので、まあ、そういうのはちょっと取っ払ってみたいな。すごいこう、ざくっとこう、ざわくっかとりしやすたい、感じこう、で。あ、ここだけっていう枠組みが分かったので、今度は逆に自分流にしていきたいなっていうふうな感じにも思そっれたはりとか本当して。に皆さんにやってもらいたいなと思ってますね。本当にもう当たるっていうか一般的な部分を教えてるので、そこからちょっとプラスアルファ自分の、ね、婚活の客層だったら婚活の客層のまたそのデータを取ってもらいたいし、ね、なんかホステス占いさんとかだったら、ね、社長さんのその、また統計を取ってほしいと思いますね。まあ、そこでまた自分の強みがプラスされたらもうかなり強いかなと思って。あやさんもそういうふうに、そうなんです。やっ入川てほ先生しいが教材の中にあったじゃないですか、イラストとか書いですね。たり、自分で。ああいうのとかでもやっぱ参考に、あ、なるほどなっていう。ありがとうございます。やっぱり教材の量にびっくりしましたね。動画嬉しもいすでごすいんでね。すけれど、資料めちゃめちゃ多いじゃないですか。あれはすごいなと思いました。結構講座を受けても、ただ講座して終わり、受けて終わりみたいな資料はちょっとペランみたいな方も結構いらっしゃるんですけど、あの教材の量はちょっと感動しましたね。ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画見て、量大丈夫なんだって思ってもらえたら 嬉しいです。十分だと思います。ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃうとあれなので、すいま簡単せん。で大丈夫なので、この辺にもちょっと答えてもらえたら嬉しいんですけど、まあ、数回で大丈夫でしたか？四柱推命1、2、3ってあったんですけど、まあ、あれだけでベースは理解できましたかっていう感じなんですけど。正直、後日の質疑応答の時間、あれで理解できました。よかったです。まあ、質疑応答はつけてるので、質疑応答で全部クリアになりました。これがあっありたがからあとりがたかったです。うござい動ます。画よだかったよかった。けだと難しいって感じる方いらっしゃるかもしれないんですけども、イルカ先生ちゃんと質疑応答の時間を使っていただいたので、ありがとうございよかったまたす。と思います。ありがとうございます。あと、面識検査の時間がめっちゃかかるんでしょうって言われるんですけど、早いですよね。そんなかかんないですよちなね。みに、私は本当ここ端折ってしまってて、本買ってないんですよ。万年ご読みですか？ネットで全然もう大検丈夫索でしちすゃっよてるのね。で、検もう索そしれちゃって。が、それが嫌であればそれでいいかなって感じの、私はこんな感じで、万年ご読み、買わなかったんです、結局。全然いいですよ。いい計算機も、ネット上の計算機もあるそうので、でます、そうたで後す。でお伝えしますね。ありがとうございます。これは、あと、さっき聞いたで、まあ、大丈夫。質疑応答もあるのでね、大丈夫ということで、動画渡しっぱなしだと、さすがにやっぱダメだと思うんですけど、まあ、ズームとかでね、聞いてもらえたらって感じで。で、あとは、難しいですとか、大作会、あやさん大作会中に受講くださいましたよね、確か。その2通り年です。前ぐらい。その通りです。そうですよね。結構言われるのが、大作会中だから先生の受講やめた方がいいですよねって言われちゃって。これ多分大作会に何かしちゃいけないっていう思い込みだと思うんですよ。言ってるんですけどね。そういうことではないと思うので、全然私は大作会の時は、何か準備期間とか、自分のそういう、こう、なんだろう、自分らしいペースで行く方が一番いいのかなと思っていたので、なので、逆にそういうなんですかね、勉強の時間とかたくさん取り入れたりしてました。そうですよね。ありがとうございます。心強いお話。大丈夫ということで。全然大丈夫です。全然大丈夫。ありがとうございます。1だけでいいんじゃないかっていうふうな質問もいただいてこれて。は
戦術、どこをどう強化したいかだと思うんで、うんうんうん、1だけでもできる人もいると思います。あ、そうですよね。はい、1だけでも十分ですよって、はい、私も言ってて、はい。はい。全然大丈夫と思います。2とかもあると、より深いよっていう、当たるよみたいな感じですね。その通りで、多角的に見れるとかね。うんうんうん、こうちょっと幅が広がったりとか、見る、うんうん、あ、じゃあこういう部分もあるんだねとか言えたりすると思うんですけど。うんうんうん、トークがね広がれば時間も持つというか、その通りですね。おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。あと九星気学いらないんじゃないかってよく言われるんですけど、たやさんは風水使ってくださってるんですよね。はいはい、めっちゃ使ってる、大好きなんです自分が。大好きなんですね。なんでかっていうと、自分が風水取れるようになって良、はいはいはい、かったとか良くなったっていう、あ、よかった実感があるんですね。なので、はいはいはい、自分のためにも深めたいなと思ってたんです。そうだったんですね。うん、はい、で最後アドバイスとかするときにもお客さんに、はいはいはい、なんか例えばちょっとしたことなんですけど、寝室ってどうされてますかとか、うんうん、こうちょっとしたことなんですけども変えてあげることで随分良くなったりとかっていうこともあるので、本当にアドバイスの幅広げるためにも、まあ、なくてもいいっちゃなくてもいいんですけど、うん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 、これもあったら幅が広がるっていうことですよね。ありがとうございます、はい、じゃあ幅が広がったということでありがとうございます、はいはい、じゃあ、この辺はまあ、はい、テキストも使えたっていう感じでしたもんね。じゃあちょっと今動画見てくださってる皆さんになんか一言頑張ってねみたいなのあれば。本当になんだろうな、新しいこと始めるときってすごく怖かったり、うん、一歩がなかなか踏み出せなかったりすると思うんですけれども、うん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 、やっぱりこう欲が生まれたとき、やりたいなとか心が突き動かされたときっていうのが一番のタイミングだと思うんですね。あ、うんうんうん、なんかできないことばっかり探さないで、やりたいっていう気持ちを大事にしてほしいんですね。あ、なるほど、うんうん、お金がないなとか時間がないなとかいろんなことあると思うんですよ、うん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 、もうちょっと調べてみようかなとか、うんうん、でそれも別にいいんですけれども、うん、本当に心が突き動かされる時ってすごく大事なタイミングだったりするので、それは自分の直感だったり、うんうん、やりたいっていう欲を、うんうん、こう押さえつけないでそれを発散させてあげることが、うんうん、一番自分の人生を豊かにするきっかけになるんじゃないかなと思うので。あ、素晴らしい。やっぱり鑑定士さんとか占い師さんが自分自身がね、本当に豊かな人生ではないと、うん、アドバイスもできないと思うので、うんうん、まずは自分自身のそういう心を大切にしてあげてほしいなと思います、うん、はい、頑張ってほしいなと思います。ありがとうございます、はい、すごいですね。やっぱりいつもやってるからこういう言葉とかも出てきますよね。なんか言われてすごく、はい、あ、いいなっていう言葉がさらさらって出てくるので、やっぱ素敵ですね。やっぱこういう風なこと言えるようになるっていうのも醍醐味ですよね。なんか考えられるようになったりとか。今回ちょっと長くなっちゃいましたけど、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では終了させていただきます。